草原再生シール生産者の会副会長下條雄一さん。南小国町の物産販売や観光業に従事した後、代々受け継がれてきた農業を始める。幼い頃から親しんできた草原の野草を野草堆肥として利用し、寒暖差の大きいこの土地の気候に合った高冷地野菜を生産している。また草原再生シール生産者の会では、野菜本来の美味しさを伝えるため販売会などにも積極的に参加している。草原を取り巻く環境が変わりつつある現代、そして未来でも変わらぬ原風景が後世に残されることを願っている。まあ、もちろんここに住んでる期間の方が長いんだけど、まあ、大学の頃に、まあ、東京の方にね出まして、それからまあその後帰ってきて、で、まあ、家を継ぐかなっていうところもあったんですけど、まあ、一旦地元の方の、まあ、会社に、その間南小国で観光業に携わってたんで、まあ、それが何らかの農業とに役に立つんじゃないかなと、まあそういうふうにね考えて、また農業をやっていこうかなというところで、まあ、今に至ってるって感じですかね。まあさ、はっきりは覚えてないんだけど、20年以上はもう経ってるとは思うんですけどね。南小国ってあの他の人から見ると、なんだろうな、九州なんで暖かいところだと思ってる方が結構多いんだけど、実際は、ね、冬はものすごく寒くなり、もう朝晩はもうマイナス10度になることもあるぐらい寒い。だからそういう、逆にでもその寒さっていうのはね、野菜にはいいんだなと、こう野菜作ってて思いますね。野菜っていうのは寒暖差が激しくなると、その自分の体を守るために野菜が糖度を増してくるっていう、その野菜の根本的な仕組みがあるんで、でそれで、まあ、美味しい野菜ができるんだと、そういうふうに思いますね。もともとはこの南小国自体は、まあ、高冷地ということで、ほうれん草がを町や JA でもね推奨してきているんで、まあ夏はほうれん草がメインではあったんですけどね、まあ、旬にやった野菜を作っていくことの方が自然なのかもなというふうには思ってるんですね。だから、ここ6、7年になるのかな、で肥後紫っていう、まあ、夏の野菜ですよね。これはだから一概にそれが原因なのか分かりませんけど、やっぱり野菜自体が、まあ、なんかな、元気に育つというふうに、まあ、なんかな、自分勝手な考えだけど、そういうふうに思えますね。なんか別に科学で証明されるようなことではないけど、やっぱりいい野菜になるんじゃないかなと、まあ、それこそその大学の先生が言ったように、その、まあ、これは亀甲菌っていう菌の名前だったと思うんですが、そういうふうな話が出まして、まあ、非常にいい菌だということで、まあ、それは調べてもらったらそういう話がね出たんで、やっぱ実際そうなんじゃないかなと、まあ、元気で、体にいい野菜、いろんな栄養だから、まあ、細菌に強いっていうのかな、なんか、うん、だから多分子供たちもね、丈夫に育てるような野菜、育つような野菜なんじゃないかなと、がこの、ね、かやとか、ね、によってこうできるんじゃないかなと思います。こんな感じで、まずは草が雑草が出ないようにこうやってこれをかぶせてあるんですけど、でこれが終われば、これはこの土の中にこう混ぜて、こう土と同化させていくことに、そういう形で堆肥化していくと、あるいはもうまだ残ってるこういう裁断したやつは牛糞に混ぜてこう入れると、
それを肥料にしていくという、どっちかの形でやってます。はい。知り合いから、聞いて、そんならじゃあちょっと入ってみようかなと。皆さんが野草堆肥を使って、要するに茅ですかね、野草を、なんないと、いろんな方法で使って野菜を育てると。で、その野草堆肥自体に、つい去年だったかな、去年か一昨年、佐賀大学の専教授だったんですけど、その方がね、非常にいい菌が、含まれているということで、そういうことも結果も出ましたし、それによっていい野菜ができるということもあると思うので、もちろんそれがね、自分たちの体にもいいし、それによって、この茅を切ることで、このみ、あ、その山々、草原を守れると、綺麗なね、草原を守るっていうのも当然あるので、それ2つがミックスされて、そのシールの会の意義があると思うんでですね、それがいい、非常にいいことだなと思って、最初はそれから入っていったわけですけど、いろんな、広く多くの人にやっぱりいろいろ、このシールの会、こういうことやってて、こういう野菜を作ってるんだよということをアピールできるいい機会だなと。だからできるだけ参加してもらう人が増えてくれるといいんだけどなとは思ってます。やっぱりおいしかったよとかね、そういうのを言ってもらえるのはね、やっぱりおいしい、嬉しいし、やっぱりそれによってやっぱりね、元気になって、この自分たちが作ってる野菜で元気を、皆さんに与えられたらいいなというような、ちょっと大げさかもしれないけど、そういうのもあります。結構ね、だからそういうことに興味がある人がいるんだなと、改めて思いますね、やっぱね。ただ、美味しいものだけならね、都会に行けばいっぱいいくらでもいろんな調理方法もあるし、プロの人が作ればね、どんなものでも美味しくなるんでしょうけど、でもない、そうじゃなくて、本当に野菜の持つ本当のね、味わいとかを、良さをもうちょっとやっぱ知ってもらうには、ああいうのもね、非常にいい機会になるんじゃないかなと思います。やっぱり秋になってくると、当然昔は牛の餌となるね、野草を切って、昔は俺の小さい頃は草刈り機なんか多分なかったかなと思う。で、その頃は釜でうちのおふくろや親父が切って、それをこうたまにではあるけど、こう縛ったりして、で、それを今度は草穂積みっていうのをこう立てる手伝いをした記憶はありますね。今はなかなか見ないけどね。結構なんとなくそれはそれで楽しかったんじゃないかなと。それはやっぱね、これは全国的な問題だと思うんだけど、高齢化、やっぱり農業してる人間ね、やっぱその地域やその田舎の方を守るために、やっぱり若い力が必要なんだけど、そういう人たちがだんだんどんどん減っていって、当然農業する人も減っていってる。だから、その草原を今まで昔からずっと続けられてきた、野焼きとか、そういうのもだんだんできなくなってきて、本当の意味でその草原を、この草原を守るっていうことの、一つの大事な部分で野焼きっていうのがあるっていうのはもう知ってると思いますけど、それによってね、清潔に草原が保たれると。で、それがだんだんできなくなりつつあるという状況はありますんで、今ボランティアの方がね、増えてきてるのか、詳しくはわからないんだけど、なんとかしてそういうのはね、継続できたらいいんではないかなと。そうしないと、またせっかくの阿蘇の草原がね、
まあ、保てなくなるんじゃないかなというそういう危惧はありますね。新しい取り組みは必要じゃないかなと。いろんなその原野も原野の部分もあればやっぱり森林っていうかね山の部分もあるからそういうのをうまく両方活用しながらもうただ単にもう山だけじゃなくてもこう両方ミックスしたような形でなんかできるといいんじゃないかな。まだ具体的な例があるわけじゃないけど、なんか新しく考えていかないとこのままではね、いけないなと思ってます。まあまあまただからこれはもうね今からの話なんで。なるだけ自然を壊さない、ことが望みではあるけど、だからあとは、まあ、地元の人の生活にこう役に立つような生き方開発のされ方であればね、まあ、それはそれで納得できるとは思うんで、それは一つのやり方かなとは思いますけど。